刀と宮内の比較。刀の場合、武王教徒なんてこの刀で直攻撃が厄介だ。こうやって避けながら攻撃して、よし少し距離を。あ、宮内の場合、直攻撃が強いからちょっと離れるか。よし、この距離なら簡単に避けれる。少し体勢を整えて、よし反撃開始。あれ、いつの間にか倒してた。